待ちかねたぞ。守備はどうじゃ。多少手こずりましたが、ようやっと捕らえることに成功しました。ついに我が手中に落ちたが。すでにからくり人形も完成しているでごじゃる。あとは皮を剥ぎ中身を入れ替えるだけ。夜明けとともに取り掛かるでごじゃる。魂の方はぜひわらわにくださいまし。近頃は生きのいい殿方を苦労ておりませぬゆえ。これでこの日の本を再び戦乱の世にすることができる。親方様。一足遅かったか。かくなる上はこの私めが。焦るでない、ハヤテ。盗木の主が命を落としては我が閻魔人軍はどうなる。主に生かせるくらいならばこの老いぼれが行くわ。他にはおるまい？これほどの見つめこなせるものなど。いや、おりますぞ。いまだ荒削りではありまするが、見込みにおいては一番のものが。ほほう、してそのものの名は？は、そやつの名は。にございます。おお、やつか。早速呼んでまいれ。いや、やつのこと、すでに来ておることと。おお。さて、主に密命を申し付ける。中身はもう分かっておろうな。はっ。では行け。しばし待てい。主に私の秘術を授けよう。敵に追われた時などに使うがよい。使っている間は景色と一体となり身を隠すことができる秘術だ。今は一刻を争う。実戦で試すがよい。主なら使いこなせるだろう。では行け。頼むぞ、この日の元の行く末主にかかっているのやもしれぬ。時は幕末。歴史が己の行く先のあらゆる可能性を探るかのように動乱する時代。この時代にも
知られざる裏舞台で歴史を築き上げてきた者たち、忍びが生き続けていた。閻魔人軍切手の忍び、行く手に待ち受けるは生か、はたまた死か。では、この時間の合言葉を確認する。山川芋し、しまった。くせ者、ヒットライ この合言葉があれば敵か味方かすぐに分かる。では各々持ち場へ。金の音を聞き逃すでないぞ。はっ。
ごめん。許せ。正体を見せろ。許せ。
イモ。やっとの思いでここまでたどり着いたのだ。しかし父上、あの千両箱さえ持ち帰れば我が渡辺家も。お家の再興だけでない、城下の民に配れば義賊としても名が売れる。じゃあ早速。待て、お前には無理だ。罠がかけられているやもしれん。ここは父に任せるのだ。父上。なんだ。頑張って。うん。うん。えい、くせ者！今ネズミ小僧と言われる私を舐めるな！さすがは父上！
金の音。一忍者、二忍者、三忍者、四忍者、五人合わせて何忍者？では改めて五人合わせて五忍者。カトンの術。親方様。何？キャツが？やはり早すぎたか。まだ遠いか。我が日の本の夜明けは。
金の音。
金の音。
縄をこれで縄こ縄を張れ。
許せ。あるのみ。
エロイムエッサイム、エロイムエッサイム。我は求め、訴えたり。どちらへ行かれる気です？ここを出ることはまかりなりませんよ。あの男を助けに来たようですが、それは不可能というもの。なぜなら一階の忍び風情にこの私を倒すことなどできようはずもないですからね。ならば切る。不死の身の私に勝てるわけはないのですよ。おやめなさい。後悔しますよ。ならば切る。仕方がありませんね。もう少し頭の切れる方だと思いましたが、思ったより愚か者のようですね。それではこの美しい私が父なる主のもとへあなたを送って差し上げましょう。アーメン。雷よ、ここへ。忍、無限長。そんな不死である私が。破れるなどありえぬ。あってはならぬのだ。死ぬよ。なんな、騒がしいにゃ。ここは居眠りもさせてくれんがかや。まあ、ちょうどええわ。腹が減ってたまらんがよ。何か食わせてくれんかにゃ。カステイラがあったら嬉しいがやけんど。いや、この際贅沢言うがもなんじゃき、なんでも。お？おまん、民家をやにゃ、新入りかよ。いかにも。いや、そりゃ嘘じゃき。おまんはそんな匂いはさせちゃせんき。としたら。おう。わしを助けに来てくれたがかよ。そりゃご苦労やったにゃ。ちっくとここも飽きてきたところやったき。
お言葉に甘えて連れて行ってもらおうかにゃ。ここの上司に礼が言いたい。チックと付き合ってくれんかにゃ。旦那、食いもん恵んでくだせえ。断る。やはり騙されんか。そこか。許せ。
断る。許し通せ。許し通せ。
火の鳥。許せ。許せ。
手裏剣乱視。こいつにゃかなわんき。ふう。縄を。いやいや、よく火あんまで参ったでごじゃるね。ベリータイヤードでごじゃろ。ミーがティーを一服立てるでごじゃるよ。さあ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 さ、座布団へシッダウンするでごじゃる。おやおやおや、いかがしたでごじゃる。ハリアップしてるでごじゃるから、座布団でリラックスするでごじゃる。いや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 、参ったでごじゃるよ。このミーのトラップを見破るとはに。さ、トラップはおふったでごじゃりますゆえ、もうコーリングもごじゃりませんせん。さっさ、シッダンシッダン。うたぐり深い御仁でごじゃるな。ミーが信用できないでごじゃるか。信用できぬ。いや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 、参ったでごじゃる。ミーの負けでごじゃるよ。やっとティーができたでごじゃりますよ。ところでミーのからくりの数々はどないでごじゃりました。いや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 、からくりはトラップばかりじゃござりませんせん。このミーのビューティフルワンダフォーなからくりバディ、ゴートゥーヘブンのプレゼンツにかと拝むでごじゃる。もらった。この現代のインテリジェンスお見せするでごじゃる。お、
この城の姫と知っての狼藉かえ。ふん、知らんな。見られたからには生かしてはおけん。誰か助けてたもれ。ナリアス、危ういところを助けていただき、なんとお礼を申してよいか。なんとたくましい御仁。どうじゃ、このわらわとちぎらぬかえ。ざれ言。これほどこうてもわらわと結ばれるは嫌と申すか。ざれ言。そうかい。おお、やはりわらわが恋しくなったかい。
いやー、敵ながらあっぱれあっぱれ。ここまでたどり着いたくせ者は、主が初めてじゃ。主を御敵として憎むより、この城の者たちの不甲斐なさを情けなく思うぞ。だがそれもここまでじゃ。主のような者にうってつけの男と手合わせさせてやろう。いでよ、武蔵。宮本武蔵や。剣の腕で武蔵に勝る者などこの世におらぬわ。忍びか。よもや再び剣を交える相手と出会えるとはな。見事拙者を倒し、己が運命を変えてみよう。もらった。見せてもらおう、斧の剣。おうおう、二刀
ツバメがいい。たまるか。手裏剣乱視。よけんと危ないぜよ。もらった。よくぞこの武蔵を倒した。閻魔人軍きっての忍びか。主の名あの世でも忘れんぞ。痛い。そなたに切られた心が痛い。わらわが一体何をしたというのじゃ。姫が忍びに恋をしてはならぬと申すか。騙されちゃいかんぜよ。おでに娘がおるなど聞いたこともないがじゃ。さすが伊王様が見込んだ男よな。愚かな殿方たち、素直にわらわの申し出を受け入れておればよいものを。このわらわの虜となるがいい。しわいにゃ無駄なあがきよ、素直におなりな。こいつにゃかなわんき。石尺に触る。えずいぜよ。諦めて心のままに、素直におなりに。なんだ。そんなものか。たまるか。この手を取るのじゃ。
乗れ、お乗れ。許せ。すると、先ほどの姫は人にあらず。お待ちになってください。先ほど助けていただいたお礼をしたいのですが、受け取ってもらえますか？頑張ってくださいね。起こすでないと言っとろうが！
許せ。これでようやく眠れる。永遠にな。許し通せ。なすことは我のみぞ知る。
あ、許し通せ。正体見たり。許せ。
金の…内側から締められている。
正体を見せろ。処刑かたじけない。なんだ、you
忍法火炎ボタル。許し通せ。精進あるのみ。万事見にゃわからん。
許せ。小判を入れてみ、thank you。
忍法雪木枯らし。何？あれよ。よけんと危ないぜよ。あ？そこか。すまん。行ける。
かひちょけ。攻撃どうじゃ。いか、にゃ。殺人の術。使え。すまんにゃ。どうじゃ。見える。山風よ。使え。助かったぜよ。お。うふう。しちょけ。かたじてない。うん。うん。魔人の術。ふっ、たまるか。おお。よけんと危ないぜよ。
許し通せ。一忍者、二忍者、三忍者、四忍者、五人合わせて何忍者？では改めて五人合わせて五人じゃ。そこか。やはり一人で五人に分身するのは辛い。いやー死ぬかと思ったぜよ。我が輩は五右衛門であるぬし、助けてくれたんであるか。見逃す。ありがとうである。この本、いつか返すである。
お先に失礼である。なすことは我のみぞ知る。愛とは耐えることなんだぞ。
近づかない。名は？
横交番を
かまいたち、忍法矢車草。答え回りな。ふう。忍法矢車草。答え回りな。許し通せ。愛とは耐えることなんだぞ。邪魔立てする気か。かかれ。もらった。
手裏剣乱視。鬼に代わって人を斬る。もらった。よけんと危ないぜよ。うん。もらった。おっ。手裏剣乱視。もらった。えずいぜよ。そこか。答え回りだ。く
手裏剣乱視。このひととき忘れないだす。ここまで来たということは、あの武蔵を倒したということか。ネズミ風情めが、こそこそと我が居城を這いずり回りよって。かくなる上はこの私自ら、貴様らの相手をしてくれる。私も腕には覚えがある。おめおめと貴様らのようなネズミごときにやられたりせぬわ。もらった。楽しませてくれ。狭いところではつまらぬ。表で思いっきり相手をしてやるわ。参れ。ここだ。
かと見るがよい。これからの日の本を治める気高き私の姿を。ぐっぐっげこげこ。加減にしちょけや。御社一人の欲のために人であることもやめてしまうようなやつにこの日の本が収められてたまるかよ。随分と派手にやりうにゃ。そこまでせんでもわしは無事やに。あ、わしかよ。なんな、しっちゅうと思うちょったぜよ。日本人坂本龍馬じゃ。あの黒船はわしの仲間じゃきに。今は誰が日の本を治めるがからあて、そんなちんまいことで争いいう場合じゃないがぜよ。ちんまいにゃ、ほんまにちんまいぜよ人間は。けんどわしらはどうしたし人間じゃき、それは帰れん。けんどこれからの日の本はどれっぱーでも帰れるとわしは信じちゅうぜよ。けんどもったいないにゃ、恩師のようなやつが忍びをやりゆうがは。どうな、わしらとお天道様の下で一緒にやらんかよ。
どうじゃ。拙者は忍び。そうか。おまんにはおまんの道があるか。まあお互い気張ろうや。夜が明けるか。この日の本もいつかは素晴らしい夜明けを迎えられると、わしは信じちゅうぜよ。閻魔人軍切手の忍び、お出城において坂本龍馬を救出す。